どうもどんぐり兄弟と言いまして、僕らあの兄弟でやらさせていただいているんです。僕はお兄ちゃんで、そうなんです、お兄ちゃんでね、こっちが長男ですね。どっちがどっちかちょっと分からないですけどね。僕の方が次男坊ですからね、お願いいたします。僕友達がね、ちょっと今就活中でございまして、面接が大変だっつってね、この間嘆いてたんです。 iPod なのって、 iPod なの、まあ何を言ってるのかちょっと分からないですけど、ね、スティーブ・ジョブズのお墓ってタッチパネルなんですかね。いやスライドさせたら隣の墓行ってしまうからさ、ビュンつって行きますからね。スライドさせたら隣の墓行きますよね。今言うてました、頭上のジョブズ、上手にジョブズ。あ、もう何のラップかちょっと分かります。坊主が屏風に上手にジョブズの絵を描いた。お前それ坊主かっこええなだけで終わりですから。iPhone とかけまして。iPhone とかけて。ミニッツメイドのオレンジと解きます。ジュースのその心は 100%、はいはい、アップルです。ね、オレンジどっか行きましたけど。丸ごとちょっと言っちゃいました。壊れた iPhone と書きました。壊れたスマートフォンと解きます。壊れたスマートフォン、その心困る。だいぶ下手ね。まだ下手くそね。 iPhone と書きました。 iPhone と書けてね。徳永英明と解きます。徳永英明さん、その心。どちらもカバーが売れる、うん、ね、急に上手くなるっていうね。上手くなっちゃった。スティーブ、ジョブズと解きます。まあ何と書けたんかちょっと分かんないですけど、ね。まあでも就活の面接なんか簡単ですよね。急に話戻してくる。就活の面接簡単じゃないですか。俺難しいって話をしてるの。そうですね。じゃあ、あのちょっと面接官の人やってください。面接官、僕あの学生で入ってくるんで。学生さんで、はいはい、失礼いたします。はい、どうも、人事の福井です。経理の前田です。社員が来んな。お話変わってくるから。人事の福井です。経理の北川です。だから社員が来んなっつっての。電卓貸してくれへんかな。なんで経理にないんや。ご紹介に預かりました。預かってないから。180センチ、97キロ。わ、レスラー体型きたね。ジャイアンツの阿部です。お前が来いよ。お前どんぐり兄弟のサトルと言います。芸名で来んな。京都産業大学生まれ。どこで生まれてんのか分からない。1993年生まれ。2038年没。あ、没年決めないでください。希望の部署は社畜です。そんな部署ないです。なぜ当社志望しました？姉が勝手に履歴書を出して。もうジャニーズ感覚でね。僕あの、はいはい、2歳まで、5歳やったんですよ。あ、どういう状態か分からない。当社のイメージを教えて。会社っぽいな。会社ですね。社長がズラっぽいなと思いますけど、ね、よく面接で言えるね、そういうこと。僕あの親と一人暮らししてるんですよ。あ、どっちか分かんないです。当社以外どこ受けたの？イオンとダイエーです。合併しようよね、これは。 あとは JR 沖縄です。あのね、沖縄に JR はないのね。企業努力が足りてないですよね。誰目線で言うてんのか。当社に入って何がしたいですか？俺が言います。当社に入って何がしたいですか？出社したいです。大前提ですね。あの脱サラしたいです。踏み台にしないでください。受付嬢をやりたいです。メンズは認めてないですか？じゃあ佐川男子。佐川さん言ってください。何か資格ございます？素質あります。そういうことではなくてね、だからユーキャンです。いや、ユーキャンかどうか知らんけど、僕あの水に膝が溜まってるんですよ。逆じゃないですかそれ。膝に水が溜まってるんじゃないですか？体力の方自信ありますか？だから俺が言うの。体力自信ございます。あの朝太極拳やってるんで。まあ、それは珍しいですけどね。本社の前でやってるんで。そうじゃまやね。退社時間までやってるんで。いや、どこで張り合ってるのか分からんけど、ね。まあ、あの赤い目で見られますよね。白い目じゃないの、まあ眼球はね。一人で何を言ってんのか。長所と短所を教えてください。俺が言うの。長所短所を教えて。長所は短所がないことです。短所は長所がないことです。何もないね。僕あの段階の世代なんで。いや、段階の世代、今60代。僕あのCG なんですよ。CG な。まあそれはさておき。さておき、さておき。さておき。御社の向かいに一風堂あるじゃないですか。一風堂さんございます。あそこ今度潰れて一風堂できるんですよ。うん、何の意味があるんですか。なんで一回潰すの。じゃあ最後何か言いたいことございます。これって圧迫面接ですよね。いや、誰が言うてんのか分からん。誰が。スティーブ・ジョブズのお墓ってタッチパネルですかね。最初のやつね。今回もご縁がなかったということでよろしいですかね。ご縁はありがとうございました。